Making Sense。皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。三谷さん、今日私会った時何か気がつかなかった？あ、気がついた。なんで、何？すごい、言っていいんですか？いいですよ。目が腫れてるなと思って。違うんですよ、それは違います。逆です。ちょっと痩せたんですよ。目以外が痩せた。目以外が痩せたらダメでしょ。とにかく痩せたことを分かったかのようにビスラットゴールドからの CM が来たんですね。すごいなと。分かるんだ。私体重計つけ始めておよそ半年になるんですけど、本当にこうあの山を描きながらもなだらかにちょっと落ちてってんだ。落ちてんです。そこに気がついたのかな、小林製薬は。ビスラットゴールドと思ったぐらいに、まあコマーシャルも撮影もしてきたんですけど、で気がついたら、でもなんで私なんだろうなって思って、ふとそれも忘れて、ある日テレビを見てたら、柴田理恵さんがやはり漢方の方の和漢泉かなんかの CM をなさってるんですよ。お腹 気になりますよねみたいな感じ、でその後見たら、今度は友近さんがやっぱりこう痩せる CM とかして、あ、やってますね。やっぱちょっと若干こうポチャッとしている人の方が実感が湧くのかな。ビスラットゴールドってどういう薬でしたっけ？お腹の脂肪って気になりますよね。じゃあそうですよ。自分で言ったのか、答えを。やっぱりスレンダーな人に言われてもピンとこないかもしれないですね。そうですね、ハリセンボンのあの右の人よりは、右の人よりはやっぱ左の人ですもんね。はるかちゃんよりははるなさんが言った方が顔気になる、不思議なもんだね。本当言うと理屈ではさ違いますよね、逆ですもんね、でも確かに、まあ、言われてみればですけども、わかります？少し一回り小さくなられたかもしれない。そうなんですよ、ありがとう三谷さん、ありがとう。本当に目以外は本当今週は素晴らしいですよ。みたいな。続けなきゃダメですよ。はい、なんでいつもさ、そっちが上からになる。何が、あのすぐ戻っちゃいますからね。あの前にも言いましたけど、全然違う話をします、はい、どうぞ。スチャダラパーさんがそのアゲハっていうね、でかいところで新木場ジャンボリーっていうね大きいイベントやったんですよ、それでいろんなまあ人が出て、私も30分やらせてもらったんですけど、こんなに人って集まってるんだっていうぐらい人がいたんですが、アギハってあれでしょ、あのプールのあるとこでしょ、僕が行った昔、最後に小沢健二さんが出られて歌われて、お酒、そしたらちょっとそんなに親しくないよね、お酒、いた会ったことないよ。そうですよね、じゃあやめてくれて。そしたらたくさん人がいたのに、それがぐわーっとまたさらに集まって、そのやっぱりプールとかにいた人たちも、それ集まりますよ。まあそうなんだけど、見たいもん。最近見てないし。元気でした？元気だった、元気 だったし、さらにスレンダーになって、さらに足ってこんなに人の足ってないっけっていうような感じだった。そういう おじさまもそうじゃんね、なんかこう意外とスレンダーでいらっしゃる。政治、政治ってあったことないですよね、あんまり。そうですね、そうです、あの小沢家はみんな、知らないよね、でもあんまり他のメンバー、小沢家2人しか、もう1人だから、あの政治の息子が。僕彼のね、僕彼こそ面識あるんですけどね、名前いつも分かんなくなっちゃうんですよ。そうなんですよ、ね、ちょっと読み方難しい名前だから。清越じゃないんですよ。そうなんですよ、清越って心の中では読んでるんですよ。ところが違うんですよ、これででも覚えるわ。僕何回も会ってるんですけどね、で本当失礼な、彼が一番社交性があるっていうかね、なんかこう下々の元にも話しかけてる。お酒ってすごい、お酒ってなんかやっぱオーラがね、なんかあるから、なんかすごい気さくな、私も写真なんか撮ってもらったりとかしたんですけどね、あれなのよね、ケンジの。お前が言うな、しもしもが言うな。へえ、なんかね、あ、ちょっと写真見ていいですか？どうぞどうぞ。あ、なんかね、気さくな感じなんですけど、だけどやっぱり何かが、幸吉さんです、小沢幸吉さんです。はい、どうやって覚えてる？出生地サンフランシスコなの。英語ペラペラだもん。すごいね、本当、しかも6月6日生まれ。666 6 2つだけでもこんなこと言う。ゆきよし、だから話に「ゆきよし」っていうふうに覚えればいいです。そう、覚えにくいな。他のメンバーはやっぱりちょっとね、敷居が高い感じ。政治、検事、ゆきよし、お前が言うな、いいとこみたいに。小沢さん、あの変わってないですね、今写真見ましたけど。そうなんですよ、むしろもっとなんか爽やかな感じがしましたね、で、なんかあのいろいろこの方が喋ったわけじゃないですけど、その
摂取をしない食生活とかね、そういうこう平和活動とかね、そういうことも海外の方でなさってるみたいです。肉とか食べないんだ。多分そうだと思いますね。野菜だってね命あるんだけどね僕に言わせればあれも摂取だね何も食べられなくなる。それでそうか、摂取しないんだってのをちょっと聞いて、うん、私もちょっと1日2日やってみようと思って、うん、いたずらにやったんですけど、うん、卵でもう悩んだんですけど。卵はいいよ。なんで？ん？なんで？なんで上からなの？卵ある。卵、卵はもう死んでるからいいってこと？死んでるってか死んでない、生き死に関係ないもん。なんでよ。ん？あれこそダメでしょ、あれこそ摂取でしょ。有精卵はダメですよ。有精卵は人の卵って何ですか？無精卵はいいってことは、その命に対してちょっと傲慢なんじゃないでしょうか。でも更新、でも更新卵あんたの実からな。大丈夫大丈夫、卵は大丈夫。なんでなんで、んその理屈って本当何なの？ほっといても、あのあれなん、ひよこになんないけど。なんないの無精卵はね。へえ、無精卵どうやって作ってんの？まあどうやって作ってるの？企業が企業が作ってるわけじゃないですよ。鶏が作ってるんですよ。鶏が体内で、うん、その受精しなくてもあの卵を産むんですが、うん、それは命に ならないってこと？ならない。すごいね。いくらでも食べていい。なんか悪いね、その出産だってそんな楽しいわけじゃないじゃん彼らはバカバカ産んでますからね。バカバカって言うな、言い方こけ全然大丈夫ですWell, Mr. Mitani's right about the eggs not hatching, but most vegetarians won't eat them anyway because they're still animal protein. It all depends on what kind of vegan you are.